ウェズリー・フーラハンはアイルランド・ダブリン出身のサッカー選手。エフルリーグ2のケンブリッジ・ユナイテッド・ FC 所属。ポジションは攻撃的ミッドフィールダー。母国アイルランドのシェルボーンでデビュー。スコットランドのリビングストン、ブラックプールを経て2008年にノリジシティへ加入した。身長は168センチメートルとかなり小柄で、ノリッジでは主に、 グラントホルト等のセンターフォワードの背後で起用される。スペイン人のようなテクニックを持つ、左利きのプレーメーカーであり、ESPN のリチャード・ジョリーは彼を、ノーフォークのサンティ・カソルラと呼んだ。ノリッチのベストミッドフィールダーと認知される一方で、アイルランド代表チームとは、縁が薄かったが、2016年のユーロでは、トップ下で攻撃を操るチームのキープレイヤーとなり、 同年6月13日のスウェーデン戦で主要国際大会初得点となるゴールを記録。この試合のマンオブ・ザ・マッチに選ばれた。2018年6月末、ノリジシティを契約満了で退団し、2018年9月14日にウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC に2019年1月までの短期契約で加入した。 あとに2018から2019シーズン終了まで契約が延長されたが、シーズン終了後契約満了に伴い退団した。その後、プレシーズン期間は、エフルリーグに所属のケンブリッジユナイテッド FC と共にトレーニングを行い、8月に A リーグのニューカッスルユナイテッドジェッツ FC へ2020年6月までの1年契約で加入した。2020年7月28日、 ケンブリッジユナイテッド FCA1 年契約で加入した。この項目はウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。